せーの、カンナギロミツです。よろしくお願いします。はい、本日9月2日バンザイジャパンさんとのツーマンということで in 下北沢シャングリラさんでのネット的会始めていきたいと思います。イエーイ。はい、9月3日のジャックオブ東京の朝日の席を買ってくださった皆さんありがとうございます。お名前読んでいきます。はい、セイゴーありがとう。この日ね、前髪上げてたんで、かっこいい朝日が好きなセイゴーが買ってくれてたら嬉しいなって思いながらね、思ってたらセイゴーが買ってくれてたからめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にありがとうございます。レアです、めちゃくちゃなので楽しみにしておいてください。本当に買ってくれてありがとう。そしてね、セイゴがねツイッターあんまり現れなくて朝日すごい寂しかったんで、やっぱりセイゴがいなきゃダメだなって思いました。また現れてください、ありがとう。はい、9月3日ジャックオブ東京の地表を買ってくださった皆さんありがとうございます。ネクスト。はい、8月3日下北沢シャングリラさんでのネット地表を買ってくださった皆様のお名前を呼んでいきたいと思います。はい、ふみくんありがとう。3枚もありがとう。そう、今回は3枚でいろんなイリナを見れるようにいろんな表情とポーズのイリナにしました。やっぱ1枚目はね可愛い系とかにしたんですけど、もう1枚目はめっちゃかっこいいイリナにしてます。で、それでもう1個はふみくんのあだ名がシャンシャンということで、パンダみたいなねって話してたじゃん。だからパンダにしてみました。ありがとう。そう、めっちゃパンダいっぱい見て、だからめっちゃ可愛くしたからいっぱい見てください。ありがとう。はい、イレナのネットチキ買ってくださった皆様ありがとうございました。それではネクスト。はい、9月3日、下北沢シャングリラでのネットチキ買ってくださった皆さんの名前を呼んでいきたいと思います。はい、まずはひょうちゃんありがとう。はい、今回はバンザイさんとツーマンということだったので、バンバンザイザイの振りをお願いしますってことだったので、はい、僕らツーレでゆうくからねのツーしました。でもちょっとネット的バージョンみたいな感じになってますので、また届くの楽しみにしていてね。ありがとう。はい、お次がエルドンちゃんありがとう。はい、ネタは消化しきれないほどありましてよっていうリクエストが来てたので、はい、なんかね、ちょうどね椅子があったから、しかもそのエルドッチャーのリクエストの口調がお嬢様っぽいなと思ったから、ちょっとお嬢様っぽくしてみました。ね、今回はカラコンがこの日は小さめだったので、結構ね本当に強い女って感じになってると思うので、楽しみに持っていてね。ありがとう。はい、お次がどうしてありがとう。ラストかな。はい、2枚ありがとうございます。はい、ね、1個がちょっと珍しく横座りみたいな感じでヤッホーってしている感じと、あともう1個がね、このバンバンザイザイの振り、まあ、やってないんだけど瀬取りにはなかったんですけど、バンバンザイザイの部分をやりました。ちょっといつもマイク持ってるから左手で、なかなか難しかったけど、あやねんにチェキ取ってもらったから、この日は何やったっけ、こうかなとか言ってちょっと2枚ぐらい取り直したチェキになってるので楽しみに待ってますね。ありがとう。はい、ということで9月3日下北沢シャングリラでのネタチェキ買ってくださった皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、9月3日下北沢シャングリラさんにて葵のネットチェキを買ってくれた人の名前を呼んでいきたいと思います。おふみにありがとうございます。3枚もありがとうございます。この日は抹茶ラテを飲んでいたので、1枚は抹茶ラテを持ってるやつで、もう1枚はすごいなんかキュルンってなってるやつで、もう1枚は落書きすごいね、頑張ってみたので、楽しみに待っててもらえたら嬉しいなって思います。ありがとう。はい、以上で葵のネットチェキ買ってくれた人ありがとうございました。ネクスト。はい、ということで、9月3日のジャックオブ東京のリーのチェキ買ってくださった方の名前をお呼びさせていただきます。聖吾くんありがとうございます。はい、なんか最近リンムチベが高そうな聖吾くん、聖って呼んでほしいって言ってたけど、ちょっと頑張ってみます。ありがとう。ということで、リンのチェキ買ってくださった皆さんありがとうございました。ネクスト。
はい、皆さんこんにちは、あゆぬです。今から9月3日、バンザイジャパンさんとのツーマンのネット席会始めていきます。いきます。まず、千秋ちゃん、ありがとう。はい、まだ会ったことないんだけど、なんかすごい今の時点で好きって言ってくれてありがとうございます。なんかツイッター見てる限り、千秋ちゃんの方からどんどん私との距離を縮めようとしてくれてるのがすごくわかるんで、だから私も早く仲良し恋しになりたいなって思ってます。なんかまだ会ったことないけど、こうやってまた次に会える初めましての時を今から楽しみにしてたら、すごくワクワク毎日してます。なんか私もこの時期なんかお気に入りなので、千秋ちゃんも気に入ってもらえたら嬉しいです。いつも見てます。これからもよかったら見続けてください。私も押してもらえるように、押し続けてもらえるように頑張ります。ありがとう。はい、お次が、せいごくん、ありがとう。はい、離れてても、遠く離れてても一緒の気持ちだよっていう思いを込めました。なんかね、離れてる時に限ってこうやってネットチェキを買ってくれるので、なんかそういう時に限って会いたくなるんよ。困る。だってどうしようもないじゃん、会えないじゃんってなって悲しいって思うけど、その寂しさもなんか愛の一つなのかなって思ってます。3日間もチェキ買ってくれてありがとう。本当に3日間チェキ買ってよかったなって思ってもらえるチェキを3日間用意するんで、楽しみにしてください。なんかね、会いたいなって思いながらホテルでチェキ書いてたんだけど、その時にメッセージが飛んできて、聖子くんから、私も思ってるよと思って、なんかわーって好きが溢れました。それを伝えたかったんで伝えます。今日も思ってます。ありがとう。はい、最後です。最後が、はい、たかふみ、ありがとう。いつもいつもありがとうございます。チェキ買ってくれて、私語彙力全然ないんだけど、私の語彙力のなさとは違って、ツイッターこの間見た時にすごい心を込めて嬉しいことを書いてくれてたの、たかふみが。だから私もそれを見て、あ、今日もたかふみそばにいてくれてるんだなと思ってチェキを書きました。あ、なんかね、たかふみに会えない期間の間は、なんか次会った時に、あ、ね、もっと可愛くなったじゃんって思ってもらえるように頑張ろうと思って、自分磨きを頑張ろうって思うようにしてます。まあ、今ちょっと前髪切りすぎてちょんちょんなんだけど、今ちょっと巻き取れてるからマシなんだけどまあそんなこんなで、まあ、自分磨きはね、大切だと思うので、また次可愛いと思ってもらえるように頑張ります。いつもありがとう。はい、以上、あやねでした。チェキ買ってくれた皆さん、ありがとうございます。ネクスト。はい、本日もたくさん買ってくださってありがとうございます。それでは以上、私たちカンデギラビッツでした。ありがとうございました。